男気コース第2弾おぉおとこぎコース第2弾ということで、あ、セルフおとこぎコースですけど、今日は、東京ヴェルディ戦ということなので、アジスタまで鶴川駅から歩いていきます。まあちょっと7月なんで結構天気とかきついかなと思ったんですけど、まあ曇り、まあ本当は雨っていう予報もありましたけど、まあ、ちょうどいいぐらいの天気なんでね。とはいえなんだっけ、熱中症とかも気をつけながら安心安全で全員無事たどり着けるように今回もやっていきましょう。日産よりね距離ちょっと短めなんで、まあ、あと涼しいですね。この間みたいな湿気もないですしね、楽しくやりましょう。今日勝つために歩いてわざわざ気合い入れていきましょう。なんとズルサポの親子にちょうどお会いしまして、差し入れをいただくことになりました。ありがとうございます。じゃあください。なんかありがとう。あのこれからね、あの前哨戦でゼルビアスクールとヴェルディスクールの試合にも出るっていうことで、とりあえずね。あ、見に来るんじゃん。出るの。おお。じゃあ絶対勝ってね。アンダー世代もトップチームも全勝で勝って帰りましょう。ね、頑張るぞ。おお差し入れありがとうございました。やだ。7年ぐらい謎のスペースが。アクアメンテじゃなかった。道中見つけた川崎市麻生区産防空壕キクラゲ。なんか動画のネタ的には買った方がいいんですかね。川崎名物なんだ。どんな、お、なんかあ、冷たい。ちゃんと栽培地川崎市、川崎市100年の重みを味わいたいと思います。ありがとうございました。好きです、川崎愛の街。なんか知らない人から傘もらいました。やった。ありがとう。何すか習い事。ミュージカルです。ミュージカル。ミュージカル。どれ？あー、でかい。最後まで、最後まで締めましょう。何があるか分かんないから最後まで。特に二野くんがこういうこともあるから。いや、回収してくれ。
一番分かってるのは真っ黒。じゃあこんにちは、キツネです。スタートから約5時間、まあ、休憩とかも挟みつつですけど、なんとか、アジスタまでたどり着くことができました。今回結構ね、その道中ゼルサポの方にお会いしたりとか、あの声かけてもらったり差し入れいただいたりですとか、やはりゼルサポ同士 の, その交流とかも、あって楽しい、ウォーキングになりました。まあ、とはいえ本番はこのあと、90分になりますんで、まあ、ここでね負けたら意味ないんで、勝つためにね、応援する体力は残ってますか皆さん。はい、みんな余裕ってことなんで大丈夫ですね。はい、じゃあ勝って帰りましょう。よし、せーの、京都。そうだね、手とか。あ、やっぱり、そう、やっぱり。ただそこまでその、青汁青汁してない。はいはいはい、飲んで緑を倒そう。乾杯。ケールが入ってるっていうからもっとこう青汁かなって思ったけど、普通めちゃくちゃスッキリしてる。これ何が入ってんの？青汁なんだろう。視聴者の方に禁煙グッズをいただきました。ありがとうございます。頑張ります。
1-0折り返しましたね。まあちょっと結構相手も硬いですけど、まあ形はどうであれ点取れたっていうのは良かったです。ただも1点目大通りだね。そうだね。なんでまあね、爆発してくれたら嬉しいですけど、どちらかというとなんかピンチの方がね、この間の試合に比べて多くて、こう谷君とか庄司さんとか、まあ結構守備陣に助けられてるところ、大きいかなって思います。まあ、しっかり耐えると答えて、後半突き放せるようにね、ヴェルディ戦にはもうヴェルディ相手にはもうシーズンダブルしかないでしょ。うん、はい、じゃあ後半45分頑張りましょう。頑張るぞー。せーの、みんな肩組もうか。
皆さんお疲れ様です。苦しい展開でしたけど、本当みんなすごいいい声ですね。まあ、それが勝利につながったかなと思ってます。ありがとうございます。いい形で無事を送り出すこと、新幹線、次、来週国立で無事をいなくても、俺らやれると思ってことを伝えてあげるためにも、みんなで集まって、また一周して今日みたいな雰囲気作りましょう。ありがとうございました。しぶといから天皇陛下もう離脱前だから来る富士とかにしとけばよかったのに。来てるんだけど。キューベル万歳。シーズンダブル。おめでとうございます。イエーイ。いいですよ。え、あんなら。はい、今深夜の1時なんですけど、居酒屋のちょっと変な隙間みたいなところに僕がエンディング撮ろうとしたら。携帯を落としてしまって溝に、でそれを救うのに1時間かけてかかってしまって、終電を逃してしまいました。本当に申し訳ございませんでした。そうですね、まあ終わり良ければ全てよしというか、まあ、今日の内容も試合の内容も正直あんまりいい内容ではなかったです。うん、まあでもなんだかんだみんなの力で勝ち得た、勝ち点3だと思いますし、居酒屋での件も皆さんが嫌な顔を一つせずに携帯を救い出すことに集中してくれて、なんとか携帯を取り出すことができて、この動画も今皆さんにご覧いただいているという状況でございます。本当にありがとうございます。はい、難しい試合でしたし、相手も絶対ねリベンジしてやるっていう気持ちで、強い気持ちで臨んでくるっていうのは分かってましたし、難しい試合になるってことは分かってましたけど、なんだかんだ勝てて、よかったです。はい、で、次回、マリノス戦、国立なかなか勝ってないですけど3度目の正直っていうことで、まあ、少しでも優勝に向けて勝ち点必要な状況なんで、次こそ国立で、初勝利勝ち点3取れるようにみんなで引き続き応援していきましょう。あ、じゃあ皆さんお願いします。はい、じゃあマリノス戦も今日ありがとうございました。始末書書く事態だったんで本当に助かりました。もう、まあ、事なきを得たということ。まあまあまあ本当にいろんなものを失うところでした。はい、皆さんに助けられました。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に一生忘れません今日は。